川村さんと東門さんじゃないですか。あれ、伊沢さんのマネージャーの菅井さん。ちょっと本番前の忙しいところで申し訳ないんですけど、うちの伊沢が今日どうしてもクイズ番組出たくないと言ってまして。ありゃありゃ、もうクイズ番組出たくないよ。あの調子だと2回間違えるとちょっと拗ねて帰っちゃうかもしれないんですね。拗ねて帰っちゃう2回で、そこをなんとか帰らないようになんとかうまくやっていただきたいんですけど。やらせってことです。いや、なんとかやらせ、ぜひどうぞお願いいたしますね。そんな、お願いいたします。ちょっと、さあ始まりました、早撮りクイズのお時間です。本日はこちらの皆さんに来ていただいております。カムラです。伊沢です。ボンです。よろしくお願いします。お願いします。さあね、皆さんやる気十分ということで、目の前にですね A から C の札がありますね。ありますね。ありますね、はいはい、こちら選択肢となっております。正しいと思うものを早い者勝ちで取ってください。他の人が取ったやつはもう取れない。そうです。なるほど。一人一つ取るということですよね。なるほど。どうですか伊沢さん。ああ、残っていいですよ、残ったやつね。取ったやつ多分話していいぞこれ。あ、聞いてない聞いてない。よし、伊沢さん残ったやつ取るって言ってました。僕らで間違ってるやつ取っとけば伊沢さんに正解してもらえるってことですね。じゃないかな。さあそれではそろそろね、第一問の方に行きましょうか。参ります。問題。次のうち2021年の日本の発電量に占める割合が最も大きいのはどれ。 A 太陽光、 B 水力、 C 原子力。まず太陽光は陽光、まあ、めっちゃ少ないめっちゃ少ない、わかります。いや、どっちかだよな。原子力は福島の事故以来多分減ってて、いや日本って結構水力あった気がするんですよ。僕は水力が答えだと思います。どちらと思います。ん、何が問題聞いてる。取っとくか。はい、終わった。あ、はいはいはい、はい、はい、早い者勝ちで皆さん選択肢をね選ばれましたね。伊沢さんはん B です。あ、 B と。では正解を発表いたします。正解は A。 川村さん正解です。おめでとうございます。マジ違う B じゃなくて。あ、そうですね、伊沢さんは5等ということになります。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しいですね。太陽光が 8.3% ですね。水力が 7.5%、 原子力 6.9%。 いや、ちんさー、もうしょうもなかったな。そうだった。さあ、では次の問題。はい、自信のほどは。スカイザーさん、あります。問題。次のうちイランの家庭で出されるフルーツの盛り合わせによく入っている食材はどれ。 A トマト、 B カブ、 C キュウリ。イランってペルシャ料理、イラン料理とかだよね、はい、ケバブにキュウリ入ってるイメージはすごいあるの。わかります。僕あそこら辺、今問題のあれ聞いて、いやキュウリってなんかここら辺のイメージ謎にあるよなと思ったんですよ、ね。キュウリがあの湖の右側の山水ないやつ、湖、はい、の売りなんだけど、湖、はい、があの中国から見て西なんだよ。ああ、なるほど、うん、だから、はいはい、イランあたりでキュウリめっちゃやってても良いのではないでしょうかと思う。じゃあキュウリって知ってる。知ってる。でもキュウリ知ってたとこで何もなんないよ。知ってる、みんな知ってる。そうだよ。知ってるよ。じゃあ、キュウリか。キュウリか。え、これでも
そう、選ばれましたね。田村さんはイランがね、あの昔ペルシャと呼ばれてた地域でケバブがトルコ有名ですけど文化的にも近いかな。昔あのケバブ屋さんであの野菜のペースト出てきたところがあってね、なんか赤かった気持ちがあります。トマトです。伊沢さんは C と。ありがとうございます。正解者を発表いたします。正解は C、 伊沢さん正解です。え、合ってる。おめでとうございます。さすが。ありがとうございます。クイズ王日本一。ありがとうございます。まあたまたまですね。たまたま。さあでは次の問題に参りましょう。問題。宇宙医学の研究ではしばしば被験者に長期間寝たきりで過ごしてもらうベッドレスト実験という実験が行われます。次のうちベッドレスト実験の特徴として正しいものはどれ。 A 照明の明るさが周期的に変化する。 B ベッドに一定の傾斜がついている。 C 室内の気圧が外よりも低く設定される。これ B だった気がする。この頭の方が低くなってるみたいな。こうだった気がするんだね。なるほどね。C なんですか。C は、室内の気圧が外よりも低く設定される。宇宙船の中は気圧保たれてるはずだから、うん、取った。取った。いいよ、さっきもな、余ってたな、あってたから。イラさんは、はい、B です。さっきも余ってたやつ正解だったから、そんなもんじゃ。それでは正解発表いたします。正解は B、 伊沢さん正解です。おいおい、よっしゃ、ナイスナイス。一応かこのままだいぶ元気が出てきましたね。元気というか調子が出てきましたね。今のところ1点、2点、0点と。おいということで伊沢さんが非常にリードしてるよね。よくね、勝ちでよくね。これまだある。続いてが最終問題となります。ある、ある、ああじゃあやっちゃう。じゃあやっちゃう。いかがですかお二人は。最後の問題も気を引き締めて、あと1個でも間違えたら危ないかっていう状況ですので。ガモちゃん、はい、頑張ります。はい、あります。何が、何が、どちらの可能性もクイズそういうもんだよ。では、最終問題です。増えてんね。6? 6? めんどくさくない。選択肢が6つになりました。おい、問題。いいじゃん。次の中で姉妹都市である組み合わせを選びなさい。おー。 A 奈良市、 B 小浜市、お C 長崎市、 D セントポール、 E ホノルル、 F フエ。早い者勝ちです。いいね。オバマ、いいね。オバマいいじゃん。まずこれにした。まずこれにした。いいよ、あと好きに選びな。これは、これは、あ、俺のだよ。あ、もう早いのがち。そうそう、早いものがちゃん、ずっと。何、いや、そういうことか。ん、オバマ氏と姉妹都市のやつを当てないといけないってことですよね、うん、ね、うん、あ、質問です。はい、これって全員が正解する可能性ってありますか。お、いいところに気づきましたね。実は今回はですね、3つ正解がありますんで。なるほど。全員が正解できるようになっております。あ、分かってるところうまくやっていくしかなくない。C と D は絶対そうですよね。長崎セントポールは組になっていると。日本初の姉妹都市を結んだことで知られてますから、うん、奈良はまあ古都奈良ということで知られてて、はい、クエもベトナムの古都なんで、うん、姉妹都市ってそういう感じで結びがちだから、うん、ありそう。オバマとホノルルもまあ浜だし、ありそうですよね。なんかさあ、早い者勝ちでね。早い者勝ちで分かった札を通るという形式のクイズをお届けしております。オバマ大統領ってどこ出身ですか。ハワイだって。ああ、ハワイだ。じゃあ、あるんじゃないですか。ちょっと待って。ハワイにゆかりはあるはず。この組み合わせは全部納得あるよ、うん、あれはあるし、これはある。宇佐川を点を上げたいんだったら、ここをどっかチェンジした方がいいんだ。さあ、よし。余ってんじゃん。3人とも取りましたね。早い者勝ちで。はい。早い者勝ち。川村さんは奈良がですね、琴ということで、大和言葉などを使っておりますから、かなには気を配っているわけということでね、同じ名から始まるということで、名の姉妹都市ですね。はい。モンさんが選んだのは D のセントポールと F のフエです。はい。セントポールって
オレゴン州でしたっけと、まあ、フエで、まあ、両方国の中で北の方にあった気がする伊沢さんは BE、うん、はい、果たして誰が正解できるのか。正解者はなし。残念、皆さん不正解です。マジ B なんなんB とパッシュになるって何なのって話。 B のオバマ氏と A の奈良氏が姉妹都市ですね。あ、そう。はぁ、はぁ、やっぱもう引退だ。お疲れ様でした。いやいや、ちょっとえ、なんだ。いやまだまだごめんなさい、僕が実力不足でした。いや、よくない、俺が真ん中座ってる価値なかった。いろいろ考え直さなかな、キャリアとか。お疲れ様でした。タタキ呼んでる。ああ、そう、早めにね。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるので、ぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。態度が悪いからダメだよ。タクシーがタクシーので帰った。ちなみに最終問題の答えを教えてもらいますね。A、奈良市と小浜市が姉妹都市でございます。はい、こちらですね、お水取りが奈良でありますけども、はい、こちらの水が、オバマの水。いや、マジか。いや、知らなかった。オバマ側ではお水送りというのがね、行われているということですね。C の長崎と D のセントポール。こちらですね、日本初の姉妹都市なんですね、実は。そしてホノルルとフエですね。フエはですね、グエン朝という王朝の王宮がありまして、うん、ホノルルの方にはハワイ王国の王宮があって、まあ、王朝がある仲間ということで、姉妹都市だったそうです。ということで、残念ながら、最悪のクイズ番組となってしまいました。まあね、違い、違いがさ、なんでそんな落ち着いてんだよ。ということで、早取りクイズ、次回は最高のクイズ番組でお会いしましょう。最高のクイズ番組来週も見てね。